よっしゃ来た、よっしゃ抜くぜ、でっか来た、これやばないっすか、これ余裕のムジョーバーでしょ。おはようございます、今日は長良川に来ました。まあ前回のリベンジっていうこともあって秋の長良川を攻略したいと思うんですけど、まあ、上流域とかは結構まあワームとかも使いつつ、まあ、下流行った時は、まあ、プラグ、タイニーブリッジとか、ハイカットとかドゥルカとかそういうちょっとね、秋らしい巻物でやってみたいなと思ってます。よろしくお願いします。マイラーミノのダウンショット。ただパスが消えた。天才っすね。今も一本だけ見えたっすけど。虫。ちょっとさっきの場所をもうブラインドで狙うか。抜けた。うわー、送ったんのに。そう。あー、やらかした。食った。食っとる食っとる。よっしゃ、乗った。でかいでかい。よっしゃよっしゃ、でけでけでけ。やばい、テトラがある。よっしゃ、抜くぜ。でっか、来た。いく、でっか。来た、来た。うわ、やばい。だから、このクオリティやばい。ドライブクローラー、9インチ。もうネコリク。これやばないっすか。これ余裕のムジョーバーでしょ。これやばいっすね。やばいね。これライン見てギザギザ。まあ、今、竿が MH クラスの竿でやってて、まあ、いつもはだいたいフロロの14ポンド使うんですけど、まあ、今日こうやってながらってことで足元見てもらうとこうやってテトラが結構長良川入ってるんで、ちょっとラインを太くして今日はね16ポンド
にして正解で、釣れたのがこのドライブクローラー9インチの、0.9g のネイル進化入れて猫リグで使用したんですけど、まあ、前一回ながらでロケした時も結構やっぱね、ロングワーム、まあ、うなぎとかいるんで、まあ、そいつにスイッチ入れて食わすとかって喋ったんですけど、まあね、それが今日はねハマったっすね。ドライブクローラー9インチ。さっき釣れたの今みたいにキャストして、でもカレント効いてるんで、もう流れに乗せてドリフトで、結構ロングワームって、やっぱ長いんですぐ合わしちゃうと、さっきの一発目もそうなんです、ちょっと甘送りが甘かったんですけど、食ったと思ってからクラッチ切ってラインを結構出してから、まあライン回収してフッキングじゃないとすっぽ抜けちゃうんで、もうこれでも勝手ぐらいラインを出し上げて、そこからフッキングだと綺麗にフッキングできるんで、ちょっとね、長良川の下流に下ってきて、ここにねタイニーブリッツ MR とかこういうのでちょっと巻いてみたいと思います。めっちゃ水きれい。どちらかというと対等寄りなんで、まあ、長良川ってこうやって水きれいなんで、そんなボリュームはいらないんで、ちょっとシャット感覚で使えるよ、どっちかというと。なんで、そのノーマルブリッツよりかはちょっと小型になるんですけど、タイニーブリッツとか MR とか、ちょっと水が綺麗すぎるんで、シャットとかそっち系にした方がいいかもしれないですね。じゃあ次はハイカット DR のフローティングでテトラに当てながら、どっちかというとリアクションでテトラに当たって拾った時にリアクションバイトさせるみたいなイメージで、朝一釣れたドライブクローラー9インチ、まあ、これなんですけど、朝一さんざん見えてる魚とかに、ね、ちょっと小さい、ワームとか入れたりしてたんですけど、もう擦れてて全然反応がなく、でそれで、助けられたのがこのドラキュー、まあ、一見ちょっとでかくてこう使いづらいっていうイメージあると思うんですけど、でも全然このボリュームだから食わせられる魚とかも、まあ現に本当今日の魚とか本当パワーがあるドライブクローラー9インチは、まあ、僕今ネコリグで使ってるんですけど、まあ、テキサスとか、あと脳進化にして脳進化ワッキーとかに、リグも対応するんで、まあ、結構僕のメインになってるのはこのネコリグ、まあ、今日はだいたい進化は 0.9g のネイル進化を突っ込んでるんですけど、あとこの注意点はやっぱロングワームなんで、当たりが出てから即合わせするんじゃなくて、多少ラインを出し上げてこうバスの口のやっぱこういうケツとかに甘がみとかもあるんで、それをしっかりフッキングできるようにちょっとラインをフリーにさして送り込ませてやると綺麗にフッキングができるんで、それだけ気をつけてもらって使ってもらえればなと思います。ぜひこのドライブクローラー9インチ試してみてください。朝一釣れたエリアに
戻ってきました。まあ夕方なんで、こういうねちょっとでかいワームルアーとかでちょっとねビッグバスを狙いたいと思います。おう、あの感じなんか雷雨がびっくりしたって感じですよね。ロケットが。抜けた。なんで抜けた？バサッケ。よっしゃ、来た！よっしゃ！これもでかい！やばいやばいやばい！やばい！ドラキュー！やばい！やばい！いやー気持ちいい！ありがとうございます。今3匹ぐらいスクールで入ってきて、一発目ちっちゃいの食ったんですけど、全然口に入ってなくて、そしたら後ろのでかいやつが。ドラキューやばいね、これドラキュー、来た来た、はい、あ、終わりっすね。お疲れ様でした。今日朝一ここで釣れて、昼には下流行って、まあ、クランクとか、まあ、シャットとかで巻いてみたんですけど、ちょっとね水もクリア、結構クリアで、まあ、反応がなくて、でまた夕方こう入ってきたんですけど、まあね、このドラキュー、まあ、こいつが、まあ、50アップ2本かな引っ張ってきてくれたんで最高っす。じゃあ帰りますか。まあ、今日は男気のフッキングもできたし満足っすね。お疲れです。バイ。